どっちがすごい？こんにちは、ゆきです。コメントをいただきました。ダーマカラーとメイベリンのコンシーラーで買うのを迷ってます。メイベリンはベースメイクをこれだけで終わらせられるのが良いところだと思うのですが、ダーマカラーの効果がすごくて迷ってます。ちなみに顔はシミ、そばかす、たるみ、クマなどかなりひどくあります。一緒一緒。比較してみます。コメントでおっしゃってくださってたように、これ一本でベースメイクを仕上げることができます。クマ、シミだけじゃなくて顔、全部いける。時間短くパッとやってしまいたい時とかも重宝するコンシーラーです。それに対してダーマカラーはポイント使いのコンシーラーなので、クマ、シミとかこれで全部やってるっていうのは聞いたことない。その点ではその時々で用途が違うとは思う。そこは一旦無視して、コンシーラーとしてクマ、シミをどれくらい隠せるのかを試していきます。今回購入しているのがメイベリンのコンシーラーは100番、ダーマカラーはミディアムベージュ D4。 色味は違いますが、カバー力見ていきます。そこはご了承くださいませ。では左メイベリン、右ダーマカラーでいきます。最初に買った時に蓋をねカチンってやるんですよ。そうすると出てくるんだけど、私逆に回しちゃったみたいでうまくいかないけど、まあいいや、大丈夫、使える。はい、ではまずクマからいきます。これを塗ります。ベースだけ今日はもう塗ってあります。ごめんなさいね、ハイライト用で買ったからかなり白い。ここもトントンといきましょうか。おお、はい、スポンジを持って伸ばしていきます。一度塗りじゃまだ全然無理なので、もう一回いきます。全部いこうか、もういこうか、ね、ここもこの辺りもシミが私はあるので、もう全部いきます。色が白いのを使ってるのは確かなんですが、カバー力は関係ないと思うんだよね。今2回塗りました。もう1回だけしつこく言ってみよう。カバー力はありそうなんだよな。もうどんどんいっちゃおうか。どんどんいっちゃいます。手に変えよう。ひとまず置いといてダーマカラーやります。指で取ります。シミさんいきます。多いよ、シミが。
私の場合ポイントどころか3分の2ぐらいコンシーラー使ってるけどね。はい、あもうこのまま指でいっちゃうわ。なんか指の方が馴染む気がする。完成。結論から先に言います。私がコンシーラーとして使うならダーマカラー。乾燥肌なんですよ、ものすごく。だから2度目塗った時にもうすでに粉を吹いてるみたいになっちゃってるの。だからだいぶ心が折れました。しかもシミなんだけど乾燥肌だからちゃんとカバーできてないと、ここがねひび割れになってるの、すでに。わかるかな。私の肌にはコンシーラーベースメイクとして使うには合ってない。メイベリンのインスタントコンシーラー自体はとっても気に入ってて、赤リップの動画出したみたいにハイライト、光を飛ばす系の使い方をするには私はこれはすごくいいと思ってます。対してダーマカラー、カバー力で言ったら上です。ダーマカラーの方が透気感が強いです。メイベリンの方が水分が強い。多分コンシーラーの中ではメイベリンはカバー力は強いんだと思うんですよ。こうやって本当にねちょっと叩くぐらいでなんとかとも思うんだけど、無理だ。ちなみに自然光で見たいというご要望もあったので自然光に変えます。少し暗いですがこんな感じ、自然光の方が余計なものが見えすぎないので一見綺麗ですね。まあでも肉眼で見たらもう断然ダーマカラーです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日はメイベリンのインスタントコンシーラーとダーマカラーのコンシーラーを比較してみました。その方のお肌の状態によって合う合わないは絶対にあると思うので、私が全てではないですよ、私の今の肌にはという結論でございました。今日もありがとうございます。ではまたね、バイバーイ。自然光ぐらいがいい。